前回アップしたオラフ動画のコメント欄へオラフが文人に似ているというコメントがいくつかあったので、今回フォトショーを使って文人をオラフに魔改造してみました。なんかそう言われてみればね、オラフの眉毛とか口元あたりとかがね、文人っぽいんですよね、かなりね。ということで今回はオラフに加工しやすそうなこの写真をね選んでみました。文人がタオルを頭に巻いた鉄腕ダッシュの松岡くんスタイル。この口の開け具合もね、オラフがうーんってね言ってる感じしますからね。がじゃあ早速魔改造していきましょう。まずはこの写真の肌色部分を白に置き換えて、が口の中を青っぽく塗り、がオラフの輪郭に切り取り、が鼻を人参っぽくね塗れば、オラフ改め無事フの完成です。がどうですか、思った以上にオラフだったでしょう。がそして皆さんが思ってる以上に鉄腕ダッシュのナレーターさんはがをね多用しますからね、がではなくねが、それもね今回取り入れてみました。がうーんなんだかよくわからないけど、北朝鮮国旗のブディティが不評だったんで、今度はイギリス国旗のデザインにして現在発売中なんだよ。なんだかよくわからないけど、イギリス国旗なのにいつも植えてる文人がその手前にいるせいで、そうさ国旗の赤い部分が米って感じに見えちゃうんだよ。ということで英国の詳しい T シャツが欲しい方は概要欄のリンクまで。が新デザインにはなんと買った人にしかわからないよう文人が間違えたどうもっていう漢字もねこっそりと入れています。購入された方は探してみてください。があと今回は売れた枚数が分かりやすいようにね、儲けを1枚売れたら1円にね設定しておきました。だから前回より1円高いです。それが文人さんへのモデル料。が100枚売れても儲けはたったの100円、そんだけ。生きてる生きている、服を脱ぐ君の横で僕はポケカキンしてる。どっちかな、期待外れで友は抜けてた。チキシャー、戦闘で見る弾はこれが最高やね。福岡県民かな、床に這いつくばり弾を見ていた。生きるのに必死、ふぐり月を見るのは